社会、2つ目ですね、明治維新の創造的社会の2つ目は市民平等であった。市の交渉という分断された階級社会を市民平等といって統合化した大きな創造的破壊を私松原仁が言うまでもなく明治維新は実現化した。資源のない天然資源のない日本においてこの人材資源の充実は極めて重かった。日本の国が世界の列強に入るにおいて労働力生産性世界1位のこの我々の伝統が大きく寄与したことは私松原仁、戦う庶民派松原仁が言うまでもなく当たり前の話です。しかし今それがどうなったのか、今それがまさに分断とされている、分断されてしまっているというところに一番大きな問題があると私は大理石のような固い確信を込めて、私松原仁は大理石のような固い確信を込めて申し上げたい。つまり分断は具体的に何か、非正規雇用の数字の上昇、 50% 近い日本の働く人の中で非正規雇用が 50% 非正規雇用が 50% に難々としようとしている。私はこれは大変大きな問題である、大井町の皆様に申し上げたい。そしてこの非正規雇用がどんどんと増えることによって少子化の流れが一層加速しているということを私松原仁、戦う庶民派の松原仁は赤道直下の熱い不安を込め、赤道直下の熱い不安を込めて大井町の駅頭の皆様に申し上げたいんです。つまり非正規雇用は年間所得が170万円の平均です。正規雇用は480万円の平均です。300万円も違う。不安定で所得が少ない非正規雇用の方々は残念ながら、私松原仁が言うまでもなく結婚して子育てをすることがなかなか困難である、こういった環境に陥っているわけであります。申し上げたいことは、日本の国は労働力生産性が高くなければいけない。そして日本の国はいわゆるさまざまな資源がなく、人間しか資源がない、少子化になり、人の数が減り、若者の数が減り、労働力生産性が陥った時に果たしてこの国が活力を維持できるか、維持できないということは明々白々である。私松原仁は大井町の駅頭の皆様に申し上げたい。この分断、明治維新はむしろ統合していった階級制度の問題、分断と階級の固定化というものを私たちは乗り越えなければいけない。なぜそのような分断が起こったのか、それは新自由主義に伴うハイエクやフリードマンといった経済学者が主導するところの新自由主義に伴う行き過ぎた競争、が分断を生んでいるんであります。おはようございます。お勤めいってらっしゃいませ。今日は衆議院議員の、前衆議院議員の松原仁、大井町の駅頭一角をお借りして朝のお訴え、朝のご挨拶を申し上げております。